準備完了。あなたの運命はすでに我が手中の糸が絡めとった。中は意外と広いんだな。まだ奥に行くのか。借りた本は返してもらう。例外はないの。これはお仕置きに。においてハハハハ。
答えなさい。逃がさないわよ。うがしなさい。これはお仕置き。断罪の名において。はあ、早く投降しなさい。お嬢様の仰せのままに。これはお仕置き。ちょっとビリビリさせないと。これはおい。よきよ。姿を見せよ、オズ。ちょっとビリビリさせないとね。しびれさせちゃうわよ。お前たちどうしてここに。ちゃん、あなたたちがどこに隠れていようと興味ないわ。本を返してもらうわよ。アジトに隠れて封印までする暇があるのに、貸し出し手続きをする時間もなかったの？人の仕事に対する敬意がないわね。あの本のためか。モンドにもあの秘密を理解する人間がいたとは。貴様は誰だ？図書館の司書よ。まだ質問はあるかしら？本を返してちょうだい。これが最後の警告よ。ふん。正体を隠すとは。ならばなおさら本は返せない。あの秘密に関わる
ものだからな。貴様、何をする気だ。この元素力、まさか。人の話を聞かない方には少しばかり罰を与えてあげないとね。仕事って本当に面倒よね。さて、本を探しましょう。この近くにあるはずよ。姫と6人の小人だな。名前は覚えてるぞ。これで間違いないよな。ええ、本が無事でよかったわ。でないと。でないと、なんだ、あれ以上すごい罰があるのか。でないと、私の薬剤学の研究成果を身をもって体験してもらうことになるわ。それにしても禁書エリアに分類されていない本をどうして盗んだのかしら。私がつけた表記以外特に異常な元素反応もなさそうね。そうだな、普通におとぎ話の絵本だな。でも図書館の司書として面倒な仕事はこれで終わりよ。そんなに興味があるなら貸し出ししましょうか。期限は無期限よ。あなたのことは借り手ではなく保管人として登録するわ。これは信頼に値する市民への特典なんだから。特典というより面倒ごとを他人に押し付けたような感じがする。あら、私の仕事に何か不満でも。物分かりがいいわね。あなたを助手にしてそばに置きたいくらい。じゃあ今日のお仕事はここまで。先に戻っているわね。あなたも図書館にいらっしゃい。保管人としての登録手続きをするわ。